ない。あれ、ここには何もないぞ。まさか。まずはレイラ選手が冠を手に入れたようだ。だがゴールにたどり着くのは容易じゃない。カサッチ選手もついたみたいですね。試合は白熱してきたな。おや、河辺選手は遅れてやってきたようだ。喋るな。君なら私を失望させない。わけがわからないぞ。妙だな。ついに私の財産を受け継ぐ者、私の研究を受け継ぐ者が現れた。さあ、河辺、いい子だ。どうして僕の名前を。私はサーチェン。もちろん正確にはサーチェンの。実に不思議な縁にだ。君を見ていると昔会ったある人を思い出す。だが君の信念は彼より強く。よ、子供たちよ、私たちは初めて会うが、これから話す。今回の学院トーナメントにおいて皆素晴らしい試合を見せてくれた。教練員には。だがあえて後継者を一人に絞るとしたら、私は君。あなたが僕と。そうだ、私たちは共に哀れな理想主義者であり、28年前、私は砂漠に行き8年間も暮らした。そこで何を。水源の奪い合い、キャラバンからの略奪、民衆に対する搾取、それらは一日たりとも止むことはなかった。防砂壁の外が。見てきた全てのものに苦しみを感じた。だ、それで。私は印論派の学者だ。当然印論派。私は歴史を研究し社会を分析した。人間性に関する実験を数えきれないほど行った。そして答えなど最初から存在しないという。過ちを簡単に誰かのせいにすることはできない。罪とは
人間のサガに刻まれたものなのだから。人は争いをいかにして歴史から教訓を得るかを研究してきた。だが皮肉なことに、歴史からは何一つ教訓を学んできたことの意味がわからなくなった。重くのしかかる虚無に私は生きる気力を失い、だが偶然にも私は意識の一部を保存できるこの冠を手に入れた。私は自らの経験をその中に書き込む。やはりあなたが教令院と結んだ契約は、いわばこの世界に絶望したというなら。言った通り、私は数多くの人間性に関する実験を行ってきた。教令院なら天才には事欠かない上、どの世代にもそれを代表する花形がいる。高額な報酬のもとに人間性のわだかまりを解き、世界を正しい。つまりあなたが欲しがっている継承者は、天才でありながら常人の苦しみを理解できる人間でなければならないと。でもこう考えたことはないか。富は人間の心を麻痺させ、外部の苦しみに対する。君は賢いな。だが私にはわかる。君は私の考えを、継承者が私の研究で苦しむのか、あるいは偽りの快楽に溺れる。私は世界の本質に痛みを感じ、その重苦しい歴史を嘆いた。だから河辺、愛しき子よ、君、本当に全てを僕にくれて。私は自分の目を信じる。冠をいただき、私のためにこの道を最後まで歩。この結論は君を苦しめるだろうか、それとも多くの富が君を麻痺させるだろうか。君の答えが楽しみだ。私のやってきた研究は全て。ああほう、もういいだろ。僕の人生はすでに最悪なんだ。これ以上ひどくなってたまるか。あなたのお金は受け取らない。苦難を強いられる人々をたくさん見てきたと言ったな。あなたの授業で彼らを助けてやってくれ。これで。お壁、大丈夫？体調はどう？僕は大丈夫だ。ありがとう、ティナリー。無理しないで。河辺さん。冠は河辺選手によって叩き壊されたが、ルールにのっとれば彼が第3ラウンドの勝者であり、合計得点から学院トーナメントのチャンピオンとして、およびサーチェン直々。それではもう一度聞こう。本当にサーチェンの財産を。さっきも言っただろ、この世界が良くないというなら単に否定するだけでは何の結果も出せない。わかった。書記官として、これから財産の具体的な使途については、大会が終わった。ああ、僕もあの人の研究が正しかったかどうかわからないし、ただわかってるのは、全てをここで、今回が最後のトーナメントってわけじゃない。これからも、でもサーチェンの話は人々を苦しませるものだ。僕たちが皆学者である以上、彼の観点をむやみに否定するのもまた傲慢な毒だ。僕にとってこれでよかったんだ。うん、よく言った。君は大半の人々が欲しても実行する勇気のない正義と、俺から見れば滑稽であることに変わりはないが、君は自身の問題に気づいている。ただプラでも、君のその見解は受賞の舞台で発表されるに値する。今大会の開催委員会を代表して。はあ、勘違い。それに今ここは弁論の場じゃない。僕の見解じゃなくて。河辺さん、おめでとうございます。受賞